1ヶ月でも本当に、いや1ヶ月ぶりだ 何も考えてなかったけど1ヶ月ぶりにでした、ちょうどね。やっほー、ちょっと配信しようと思ってて、なんかちょっと前にね体調崩したんですよ。そんな大したじゃない、ただの風邪、風邪といってもくらいなんだけど、だからなかなかできなくて、やっと余裕を配信できたので、待ってたよね、ありがとうございます。お待たせしました。年内は絶対するからみたいなことは話してたから、ちょっとね、今日やっと久しぶりにできたから。でも今年ももうね、あとちょっとですけど、今年いっぱいいっぱい配信できたらいいなって思ってるから、できる日はやりたいな、みんなとに お顔を見せたいなと思ってる。みんな何してましたか今。今日は平日だもんね。私は寝かけてました。いや寝た、一瞬寝た、いつでも寝れる。あ、そういえばですけど、最近髪を染めたんですよ。見てください、黒髪になりました。ちょっと今明かりとかもあって真っ黒には見えないかもだけど、何日に染めたっけ、3日4日前とかに染めました。4日前かな、いいね、染めたんですよ。気づいたかな、友達垂らしたら通知来たから切ってきた。ごめんね。通知オフにしてくれたからみんな気づいた、嬉しい。そう、ずっと黒髪にしたい、ってか髪を暗くしたいと思ってて、なんか明るいのにもう飽きちゃって、早く暗くしたいなと思って、ついにねしました。またすぐに色抜けちゃうかなって心配だけど、今はねこの色を楽しんでますよ。長さもちょっと伸びてきた気がする。私あるあるの髪の毛の話してる。いや最近もうなんかやっとちゃんと冬って感じがねしてというか、寒くなりましたから、皆さん、私もちゃんと体調崩したんですけど、もう元気になりました、もう元気になりました。寒いね。そう、髪今伸ばし中です。定期的にボブにしたくなっちゃうけど、でも今ロングにしようと思って伸ばし中です。頑張ってる、早く伸びれと思いつつ、なかなかね、一気に寒くなりました。かわいい、てかクリスマス仕様になってるショールームの背景がかわいい。クリスマスももう少しですね。九州雪降りましたね。髪いいでしょ、私もすごい思います。やっぱ私黒髪だなって思います。いや金髪も茶色も良かったけど、今ね染めたてなんでね気分上がってます。黒で黒髪ロングに今なりたいんですよ。早く伸びれーと思いながら毎日過ごしてます。今日はちょっとだけ顔見せれたらなと思ってた。
こんな遅い時間です。配信をしようと思ったらアカウントがなかなかログインできなくて焦りました。頭抱えて前髪に癖ついたやつできないって本気でもう配信できないかと思って諦めかけたけど、なんとかできました。いや1ヶ月ぶりだから、なんだろう、1ヶ月皆さんどうお過ごしでした？最近映画見ました。そういえばあのタイムリーですね。タイムリーな、あのね、最近公開されたあの花が咲く丘で君とまた出会えたらっていう映画を見ました。映画館で、しかも友達と。なんか最近は映画館に映画を見に行く時は絶対一人だったから、久しぶりに人と映画館で映画を見ました。なんかもともとあのあれ原作の小説を読んでて大好きだったので、絶対公開されたら見に行くって思ったんですけど、周りに見に行きたい人がいっぱいだったから一緒に見に行きました。そう、よかった、感動しました。見たい映画いっぱい。今トットちゃんも見たいんですよ、本読んでたから。よかった、めちゃ素敵な、素敵でした。いい時間でございました。夜見に行きました。夜ポップコーン買いましたよ、キャラメル。一緒に行った友達が号泣してた号泣してた。で、福山雅治さんの主題歌を帰りずっと聴いてました。ドライブ行こうみたいな、もうね、浸ってました。最近何があったかな。あのツイッター X とインスタグラムの方でも載せたんですけど、皆さんからのプレゼントとお手紙も届いて、それもね、ありがとうございましたっていうのを言いたかった。ありがとうございました。じっくりじっくり見させていただきました。毎日元気に暮らしてます暮らしてます。みんなの現状報告近況聞きたい。何してるんですか？かわいいクリスマスツリー。いや本当にクリスマス期間というか今の期間、クリスマスからお正月にかけての期間が一年で一番好きな期間だから、最近もう街を歩いてるだけでワクワクしますね。最高。クリスマスソングも毎日聴いてクリスマス気分です。スノボ行きたいんですよ。いろんな人とスノボ行きたいねって話してる。でもなんか2月とかの方がいいみたいなの。どうなんだ、2月ぐらいに行けたらいいなって思ってます。大晦日ハステンボス行くんですか？めっちゃいい。いいよね。花火上がるって聞いた気がする。
イルミネーションほんと綺麗。いいよね。でも寒いのは案外嫌いじゃないんでね、いいなって思います。福岡行くか迷ってますって。ぜひぜひ。まあね、福岡は美味しいものがたくさんですから、いつ行ってもご飯は美味しいんですけど、やっぱあったかいもの寒い時食べたいですよね。もつ鍋とかラーメン、うどんとか焼き鳥とか、冬が特に美味しいですよねって言って沿ってます。冬は福岡のそういう口実で沿ってます。あ、福岡が好きやんない。わかんない。あ、なんか前話してたけど、福岡大体ちょっと遠くに行きますね。スキーというかスノボーですね。博多のイルミネーションすごいですよ。ほんと毎年めちゃくちゃ綺麗。博多駅なんですけど、博多駅のイルミネーションがすごいです。めちゃくちゃ綺麗。私も今年見に行ったんですけど、クリスマスマーケットに行きました。福岡は天神ですごいね。博多も天神も大名とかもあって賑わってます。最近美味しいものね食べましたよ。なんか美味しいものばっか食べてる。幸せ。今一番食べたいものは牡蠣です。牡蠣小屋に行きたい。でもね、行く予定があるので楽しみ。もつ鍋、そう、美味しいですよ、今は特に。めっちゃ綺麗です。カタンのイルミめっちゃ綺麗なんだよ。ぜひ、福岡に来たら、見てください。もうね、圧倒される。わーってなる。うわーってなる。やっぱ冬はご飯が美味しいですもんね。最高。糸島のかき小屋行きたいんですよ。毎年かき小屋糸島に行くんだけど、去年も糸島のかき小屋に行って最高に美味しかったです。ハイボール飲んだ。ますよ、福岡いっぱい美味しいです。でもいっぱい福岡に屋台あるんだけど、最近まで意外と行ったことなくて、全然今年になってやっと行きました。でもまだ2回人生で行ったの、屋台に。そう、年末年始おばあちゃんとこ行きたいなって考えてるとこです。考え中、予
ていた手中。でもまあ1年会ってないから顔見せに行きたいなって思ってますね。30分くらいになったら終わろうかな。あと10分くらいだけど、今日はちょっとだけですけど、またすぐします。本当にすぐする。もう明日でもいい。明日しようかな。見れたら見てください。わかんないけど、またうん、眠いね。今日は8時に起きました。最近本当にめちゃくちゃ夜更かしというか寝てなくて、昼夜逆転レベルで寝てなかった。昨日はね、久しぶりに12時くらい寝て、今日は8時に起きました。だからもう今いい感じに眠たいです。さっき一瞬寝ました。10分くらい。高価でおすすめのドライブコースはそれこそ糸島ですか。あそこら辺は逆に車じゃないとあんま行けない、交通の便あんま良くないかな。車で海沿いをパーッと走るのがおすすめです。運転ちょこちょこしてます。ちょこちょこ期待中。そうそう、夢見るの動画でも出してましたからね。糸島行ったやつね。ドライブ2年運転でも私もそれくらいしてなくて、ビビりながら運転してます。最近の話はそんな感じかな。楽しいですね。楽しい。みんな何してるんですか。みんなの話も聞きたい。うん。なんかちょっと。最近の写真でも SNS に載せようかなと思って、最近どれにしようかなって思ってるとこなんですよ。なかなか決まらない。年内になんか一個でも投稿できたらいいなと思い中です。2年ぶり。の写真撮ったと思う。一緒に行った友達がめちゃ撮ってくれてた気がする。いろいろ出せます。
か自撮りの数とか減ったけど、逆にいろんなとこ最近行ったから、いろんなとこで撮った写真載せます。今日は美味しいご飯を食べました。お昼にお魚屋さん、お魚屋さんに行って煮魚定食を食べました。サバの煮付け、お刺身も食べた、なんかフライも食べた、美味しかった。みかんも食べました。今日はみかんが美味しい季節ですね。飲んでる？飲んでますよ。一日一コーヒーだから。ケーキ作ってない、なんかお菓子作りとか最近してないけど、今度クリスマスがもうすぐじゃないですか。クリスマスケーキ作ろうかな。美味しいケーキ屋さんのにする。やってますけど。クリスマスに向けてクリスマスケーキ作るのありだなって久しぶりに思ってますね。今日は急須を買ったんですよ。欲しすぎて。なんかおばあちゃんち、ひいおばあちゃんちにずっと急須があって、その急須で飲む緑茶が大好きで、最近ずっと急須が欲しいってか、ずっと思ってたんだけど、今日急須が欲しい、買いたいと思って買いに行って買いました。ひいおばあちゃん家以外で急須を使ったことなかったけど、で急須、おしゃれな急須買ったのにお茶っ葉を買うの忘れますどういうこと？お茶っ葉買わずに急須だけ買いました。だから明日はお茶っ葉を1日ずつ分けて、今日は急須をゲットしたので明日はお茶っ葉をゲットしたいと思います。明日はやっと飲めるかなと思いますね、はい、あ、それ絶対やめ茶ですよ、うちは、うん、そう、やめ茶が大好き、一番おいしい。湯飲み、あさって湯飲みをです、ね、確かになんかマグカップみたいなのあるけど、こういう湯飲み欲しいですね。こうやって、こういう湯飲み欲しい。いや、もうちょっとで終わろうかな。うわー、確かに自分で作るやつね、うん、ありだな。
あ、リンゴ。今日ずっとこの前買ったけどまだ使ってないマフラー。このマフラーを買ってでもずっと使ってなくて、でこの前めちゃくちゃもう雪が降った日にお出かけしたんだけど、その日にこのマフラーを持って行ってなくて、でも出先で寒すぎてまた別のマフラーを買ってしまいました。なんか最近流行ってる巻き方したい。だからこの冬でマフラーが2つも増えました。最近なんかお買い物したかな。なんか違うな。最近流行ってるマフラーの巻き方、こんなやつ。本当に本当に最近女の子みんなこの巻き方してる。このフードみたいなやつね。でも絶対多分ちょっと違う、この辺がちょっと違うけど、ちょっと習得しよう。この冬に向けて、じゃじゃん。ではもう30分になったので終わります。ありがとうございました。こんな1ヶ月ぶりに急に配信したのに見てくれてありがとうございます。明日できたらしようかな。夜午前中のいつかすると思う。もし通知が来て、あー暇だなーゴロゴロゴロって感じだったらぜひ見てください。こんな感じでゆるゆるお話ししてると思うので、じゃあ、ありがとう。本当にお久しぶりでした皆さん。今月いっぱい配信するつもりでいるか、いっぱいお話ししましょうね。ありがとう。今日も一日お疲れ様でございました。ゆっくり寝てくださいませ。おやすみなさい。ではじゃあねー。バイバーイ。